はい、どうも、朝日です。今日はですね、面白くなさすぎて腹が立った小説、を選んでみました。まあ、普段ね、もう面白かった小説、好きな小説をについて話してばっかりなんでね、まあ、なんかそういうとなんかもう全ての本が面白いみたいなね、感じになってきちゃいますけれども、そんなことはないですからね。日々読んでる本、大概もうほとんどと言っていいかもしれないですけど、面白くないですね。いい本っていうのは稀ですよね。大概はまあまあそんなピンとこないとか、まあまあこの部分は面白かったかなとかぐらいのがあるぐらいですよね。で、時たまもう本当に腹が立つぐらい面白くない、なんだこれっていう、二度と読むかっていうような本がたまにありますよね。で、それをについて話そうかと思ってまして、で、まあもう本当に大前提ですけど、これはもう僕の読書体験なんで、何度も言ってるんですけど、読記っていうね、もう読むタイミングとか、その人のなんかこういろんな実体験での状況みたいなのと読書がピタッとハマって初めてこう劇的な読書体験になるんで、逆に言うともうめちゃくちゃいい作品のはずなのに全然ハマんないみたいなことあるわけですよね。でこれも僕の体験ですから、もう本当とやかく言わないでくれっていう感じがね、あります。で、今日ご紹介する本は、まあ、一応選んできたんですけど、どれも評価されてる作品なんでファンはいっぱいいると思いますだから今日この話をしてね、多分僕は嫌われると思うんですけど、で今回は人気小説編と名作編でちょっと分けて考えようかなと思ってまして、いわゆるヒットした小説を3作品挙げて、いわゆるもう名作っていう、もうクラシックって言われてる、もう評価がもう完全に一定の評価を与えられている、もう名作中の名作みたいなやつからハマんなかったやつを選びたいと思います。まず一作目はオンダリク、ミツバチと遠雷ですね。この作品はですね、本屋大賞を取って、それが直木賞も取ってっていうダブル受賞してますから、本屋大賞っていうのは一般の書店員が選ぶ本賞でですから、で直木賞っていうのはね、こう専門家が選ぶ賞ですから、専門家からも一般読者からも評価されてる小説ですよね。まあ書店員が一般読者かっていうとちょっと微妙ですけど、でしかも映画化もされててっていうね、これだからもう評価され尽くされてるっていう感じですよね。で多分売れてるっていう感じにもかかわらず、僕はこれ読んだ時に面白くないというか、もうね本当に腹が立ってきて、何なんだこの小説はっていう感じで、文章も良くないし、物語も良くないし、このキャラクターみたいなのも良くないし、何もかも良くないって僕は思ったんですね。でしかもこれ音楽の話なんで、知り合いがね連絡してきたんですよね。主人公が昔の僕に似てるっていうので地元の知り合いがね連絡してきて、でこれすごい感動した小説だと。でしかもガクちゃん、僕ガクって言うんですけど、ガクちゃんに似てると思ったと。だからもう本当に読んでほしいって連絡してきて、その時に僕すでにこの本を読んでて、でめちゃくちゃおもんないなって思ってたんで、すごい苦い反応しかできなかったんですけど、まあこれはね、なんでかって言われるともう分かんないですね。もう本当に趣味というか、たまたま僕に合わなかったんでしょうね。だからオンダリックさんの小説はもうその後これしか読んでないんですけども、本当に読む気がしないっていう感じですね。はい、2作目は伊坂幸太郎16ピエロですね。で伊坂幸太郎さんはね、もうものすごくファンが多いですし、すごく人気ある作家ですよね。ミステリー系の作家で、で僕一時期ね、伊坂さんの本を結構読んでる時期があったんですね。まあそんな大量には読んでないですけど、何冊か連続で読んでて、でそのきっかけが16ピエロなんですね。で16ピエロを読んで全然面白くないなと思って、もう腹立ってきて、でこう、でも伊坂さん人気なんでこんなはずはないと思って、他のね、例えば、アヒルとカモ
のコインロッカーでしたっけ、読んでたんですね。でそうしたらことごとく本当に面白くなくて、でもう伊坂さんから離れる決意をしたっていう感じで、これもこれも本当にたまたま僕の感覚が合わないんでしょうね。強烈に感覚が合わないっていう感じですね。これも本当にただ話がピンとこなかった、よく分かんなかったっていうレベルを越して、もう本当に腹が立ってくる、なんでこんな作品が評価されてるんだみたいな感じがね、すごくありましたね。でも評価されてるわけですから、評価されるべくポイントっていうのはもう確実にあるはずなんですけど、多分僕という人間と強烈に合わなかったっていう感じでね、これ何なんでしょうかっていう感じなんですけどね。3つ目は、山田裕介リアル鬼ごっこですね。これはちょっと前の作品なんであれですけど、まあ当時すごく売れた、100万部以上売れた小説ですね。でしかも自費出版で最初出版したにもかかわらず100万部ぐらい売れて、でその後ね、幻冬舎から文庫が出てみたいな感じで映画化までされてるっていう、すごくヒットした作品なんですけど、僕がね小学生の時に読んだんですね。まあ中学生だったかもしれないですけど、まあとにかく本読み立てみたいな感じで、読書ってすごい面白いんだなと、本って面白いなって思ってた時期に、でもまだどんな本が自分は好きかはよく分かんないっていう、こういう本が好きなんだみたいなのがよく分かんない時に、このリアル鬼ごっこっていうタイトルが面白そうだなと思ったんですよね。で読んだらもう本当に面白くなくて、もう隅から隅まで面白くなくて、もう絶望したんですよね。だからこういう体験を経て、なんかヒットしてる作品と自分とのなんかギャップみたいなのを感じるようになってきたんですかね。なんか感覚が合わないなみたいな、こう世間とみたいな。まあもちろんこの大ヒットしてる作品で読んでみて本当に面白い作品っていうのはいっぱいありますから、別にヒットしてるものが良くないみたいな感覚は別にないんですけど。ということで、ここからは名作編という感じで、クラシックな古い作品で、でしかももう一定の評価を得てる、これは名作だともう多くの人が思っている作品にもかかわらず、面白くなかったっていう、これはもう完全に僕が悪いんですよね。悪いっていうか、なんかたまたまハマらなかったみたいな感じですかね、っていう作品を、ご紹介したいと思います。一つ目は、三島由紀夫美しい星ですね。これはですね、まあもうこれももう名作と言われてますね。三島由紀夫が書いた珍しい SF 作品で、しかもちょっと寓話的な SF 作品っていう感じで、まあまずね大前提として、僕は三島由紀夫大好きなんですよ。三島由紀夫の小説すごい好きだし、まず日本で文章が上手い作家って言ったら、まず僕は三島由紀夫を思い浮かべるんですけど、好きな小説いっぱいありますけど、でもこの美しい星を読んだ時は結構がっかりしたんですよね。なんでかっていうのは、多分、まあ、僕当時三島由紀夫と同世代の安倍工房の小説すごい読んでて、でその中に人間そっくりっていう小説があるんですけど、それとすごく似てて、構成っていうか構図が、でなんか僕はその人間そっくりの感じがうまいなと思って、美しい星の方はそんなにピンとこなかったんですよね。三島由紀夫が書く風刺的な SF 作品としてこの作品はまあ傑作だと言われてますから、まあ多分傑作なんでしょうね。はい、2作目は、川端康成眠れる美女ですね。1961年の作品ですね。眠れる美女はもう読んでて気色悪いっていうか、まあご存知ですかね、こう老人が裸の少女と一緒に寝るっていう、そういう話なんですけど、変わった風俗店の話ですけど、まあ、気持ち悪いなと思ったんですよね、読んでて。この物語の裏にある深いテーマみたいなものをキャッチできないまんま、表面的な物語の気持ち悪さに、もう抵抗したっていう感じですかね。でも実際にはこの話は、まあ、デカダンス文学のもう名作と言われてて、例えばノーベル文学賞を取ったガルシア・マルケスっていうのはこの眠れる美女に大変な影響を受けて、で後に自分でも、それのオマージュのような作品を出してますし、完全に名作なんですよね、世界的には。
ただ僕は気持ち悪って思ったっていう感じですね。で川端康成さんの小説全般僕はちょっと苦手ですね。これもう仕方ないです。はい、スコット・フィッツジェラルド、グレート・ギャツビーですね。1925年の作品です。でこれはですね、もう本当に傑作です。先に言っときますけど、モダンライブラリーが選ぶ英語で書かれた20世紀最高の小説で第2位になってますし、もう数々のもう大作家たち、大評論家、大批評家たちがもう傑作だと認めてきた作品ですね。なのでもうこれはもう揺るがない傑作っていう感じですね。もう20世紀の偉大な小説の何作かのうちにもう絶対入ってくる作品ですから、これはねもう読む時点で僕も本当にこのそうそうたるメンツがこのグレートギャッツビーっていうのは素晴らしいっていうのを知ってる上で読んだんですね。傑作なんだと思って読んだんですけど、それでもなぜかハマらなかったっていう、この不思議な、ね、だから悔しいんですよね僕は。その本当にたまたまそういうその時の僕の状態が変だったんだと思うんですけど、全くピンとこなかったっていう感じで、もう一回ね記憶を消してね今読みたいですけどね。これは自分に対してこのグレート・ギャッツビーの良さが分からなかった悔しさみたいな感じはありますね。でその後映画化作品とかも見たりしたんですけど、映画もピンとこないですよねだから なんかもうハマってないのかなっていう感じですね。はい、ということで今日は、すごく大ヒットした作品とか、もう大傑作と言われている作品で僕がピンとこなかった作品をについて話しました。まあどこがどう良くなかったかみたいなのね、細かく言うことはできますよ、ここが良くないっていうの。ただそれはもうその真逆のね、ここがいいんだっていう評価がものすごい多いはずなんで、ヒットしたりとか、クラシックの名作と言われている作品は。であんまりこの良くない点を強調するのは意味ないんですけど、ただ人っていうのは、読書体験っていうのはその人のそのタイミングとか、がすごい重要なんで、ハマんないこともあるぞっていうことが今日は言いたかったんですよね。もうあらゆる人が傑作だと言っているにもかかわらずピンとこない作品ってのはたくさんありますよっていう。10年後に読んだら面白いと感じるかもしれないし、もう一生面白くないと思うかもしれないですけど、とにかくこうね、名作かどうかとかいうものっていうのはこう絶対的なものじゃないんで、人によって結構ね変わってくるし、知識量とかね、この分野に関しては知識がないとか、そういうのはまあたくさんありますから、一筋縄ではいかないっていう感じで、ということで今日は、面白くなさすぎて腹が立ってきた小説について、話しました。皆さんの中でもうすごく評価されてるのに、自分は全然面白くないと思った作品があったら、教えてください。以上です。ありがとうございました。